サイクリニゾン依存性キナーゼ4は、人では CDK4 遺伝子にコードされる酵素である。CDK4 はサイクリニゾン依存性キナーゼファミリーに属する。CDK4 遺伝子にコードされる、タンパク質 CDK4 は、セリン、スレオ人気ナーゼファミリーに属する。このタンパク質は、質が酵母、サッカロミセスセラビカの CDC28、分裂酵母、 スキゾサッカロミセスポンベンの CDC2 の遺伝子産物とコードに類似している。CDK4 はプロテインキナーゼ複合体の触媒サブユニットとして機能し細胞周期の G1 期の進行に重要である。このキナーゼの活性は G1S 期に限定されており、サイクリン D と CDK 阻害因子 P16 インク 4A によって制御される。このキナーゼは RB タンパク質のリン酸化を担う。サイクリン D、CDK4 複合体は、RB1 を含む RB タンパク質ファミリーのメンバーをリン酸化して阻害し、G1、S 期の移行を調節する。CDK4 は G1 期の初期に、RB1 の部分的なリン酸化を行い、RB1 のリン酸化によって、転写因子 E2 回は、RB、 E2 回複合体から乖りする。E2 回は G1 期を通じて細胞周期の進行を担う遺伝子群の転写を行う。サイクリン D、CDK4 複合体は様々な分裂促進、分裂抑制シグナルを統合する主要な因子である。また、細胞周期依存的にスマド3をリン酸化し、その転写活性を抑制する。サイクリン D、CDK4 CDKN1 バイトからなる三者複合体は、サイクリン D、CDK4 複合体の核への移行と活性のために必要である。CDK4 遺伝子の変異は、関連タンパク質であるサイクリン D、P16 インク 4R、RB と同様、様々な種類のガンにおいて、使用形成に関係している。CDK4 の R24C の点変異は、 悪性黒色種の患者で最初に同定された。この変異は動物モデルにも導入され、癌を駆動する癌遺伝子としての役割が精力的に研究された。今日では調節異常をきたした CDK4 は一部のタイプの癌での治療標的となると考えられており、んの治療へ向けて様々な CDK4 阻害剤の臨床試験が行われている。リボシクリブは CDK4 と CDK6 の阻害剤でエストロゲン受容体陽性、ハーニー陰性の進行性乳がんに対する治療薬としてアメリカ食品医薬品局に承認されている。CDK4 は次にあげる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。